ドイツで開催されている G7、主要7カ国首脳会議では、ウクライナのゼレンスキー大統領がオンラインで参加し、ロシアの侵攻が年末までに終結するように全力を尽くしてほしいと訴えました。現地からの報告です。G7 サミットが開幕した日に首都キーウにミサイル攻撃があっただけに、ゼレンスキー大統領の表情は極めて緊張したものだったと関係者は語っています。 そのゼレンスキー大統領はその上で G7 各国に対しロシア制裁の継続とウクライナに対する軍事的なものも含む支援の継続を要請したということですさらにロシアの侵攻が年末までに終結するよう全力を尽くさなければならないとも訴えましたそしてこの会議の中で岸田総理は ウクライナを支援することは国際社会全体の責務だと述べました。また、このサミットの会議後、短時間行われた日米首脳会談では、ロシア産石油の取引価格に上限を設けることについて、日米で協議していくことで、岸田総理とバイデン大統領が合意しました。同行筋は、ロシアが石油で儲けた金を戦費に回さないようにするためだと狙いを明かします。岸田総理はロシアへの制裁について、 侵略という根本的な問題が解決されない限り、解除すべきではないとも述べていて、今後も G7 と協調する形で制裁を強化していくことで、ロシアの態度の変化を促したい構えです。